つも動画を見ていただきましてありがとうございます。旅する生き物男子バオシリです。今度は旧軽井沢銀座に来ております。これから旧軽井沢散策を始めます。また一緒に旅の感動体験を共有させていただければと思います。では今回の旅も始めていきましょう。せっかく軽井沢に来たんですし、何か美味しいものを食べたりとか。そうですね、なかなか決まらないです。テイスティング挑戦してみます。こちらをテイスティングします。はい、ちょっと挑戦してみますね。じゃあいただいてみます。うん、香りがいいですね。ウィルダーフラワー、ニワトコがベースに来てます。はい、あとスパイス、クミンなんかって、ちょっとカレーライスみたいな。ああ、なるほど。あ、そうですか。あ、カレーに使うものがこの中に、はい、なそうです。すごく美味しい。でね、ここら辺がね、だん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 温まってきます。カーって、ね、熱くなってきます。うん。あ、ありがとうございます。ちょっとむせちゃった。うどんカフェって面白そうですよね。行ってみましょうか。醤油うどんが驚きの360円。人目につかない穴場的なところに結構美味しいお店とかあるんですよね。よろしくお願いします。注文が終わりました。ちょっと面食らっちゃったんですけれども、ご主人の本当に対応がものすごくいい。なんて物腰の柔らかいご主人なんだろうなと、本当に好印象を持ちました。今回オーダーしたのはシンプルな醤油のおうどんです。醤油をかけて食べるうどんです。どんなおうどんになるんでしょうか。ちょっと楽しみです。それではうどんカフェさんのシンプルな醤油のうどんいただいてみたいと思います。ちなみに、お料理の方なんですがこんな感じになっています。コーヒーあとお水すべてセルフサービスなんですけれども、いい感じのお店だなって、本当に親近感が湧きました。ではいただきます。ちなみにトッピングはこのように生姜とネギと大根というシンプルな組み合わせです。すべて無料です。普段食べているおうどんよりもコシが強いです。ご主人のお話では、一つ一つ一回一回お客さんのオーダーに合わせて、分量を決めて茹でているそうなので、その違いですかね。こんなに歯ごたえがあってシャキシャキしているうどん初めて食べました。
というわけで、あっという間に完食いたしました。うどんカフェさん、ごちそうさまでした。ブラックコーヒーいただいてきました。うどんの後にまさかのコーヒーなんですけれども、まあ、素敵な素晴らしいおうどんだったので、このままコーヒーも一緒にいただいちゃいます。いいですね、こういうサービス。ブラックだけどあんまり苦味を感じはしません。ちょうどいい感じですね。ほぐれるな。今回の動画はいかがだったでしょうか。楽しんでいただけたでしょうか。面白いと思っていただければ本当に嬉しいです。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。